教師のお手本のような人物。直してほしい。男子9人で女子が32人という同活飛行は大失速。はい、そうなんだ。はい、もう受かるって思ったんで上司が来ました。マーチ出身なんで、カンカン同率からマーチクラスの受験に関しては深い気詳しいようです。いや、本当ですか。そうでは始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、中森先生においでいただきました。ハローゼア、とりあえず中森です、はい、今回はですね、はい、中森先生のプロフィールがですね、載ってるウェブサイト結構あるんですけど、それ、はい、合ってんのっていうのをちょっとね、確かめたいなと思って。一切確認の連絡多分来たことないですね、それについては。はい、多分、はい、そうなんですよ。なんでこれ結構ですね、 YouTuber たちとか予備高校生たち、いろんなプロフィール勝手に書かれてるんですね。へ、なんでちょっとやっぱり大人気中森先生も書かれてると。なるほど。ちょっと確認したいなと思って、事実確認を、はいはいはい、もしかしたらこれが流れたら書き換えられるかもしれないので、はい、ね、まず一つ目のウェブサイトなんですけど、中森先生武田塾の大学や高校は年齢などプロフィールもという題名なんですけども、はいはい、じゃあちょっと読んでいきますね。武田塾といえば中森先生、はい、と思う方も多いのではないでしょうか、うん、結構初見だと固めの先生なのかなと思いがちですが、はい、誰よりも生徒に寄り添った指導をしてくれる武田塾の要といっても遜色ない人物です。なるほど、ありがとうございます。ここから嘘って言いたいわけじゃないと思います。今日はそんな中森先生にスポットライトを当てていきますと、はい、特に以下のことを中心に書いていくので、中森先生についてもっと知りたいという方はぜひチェックしてください、はい、気になる高校や大学など学歴は、年齢やプロフィールについて、中森先生ってどんな人物なのかもっと詳しく。なるほど。その3本セットになってます、はい、ね、中森大輝名前、はい、本名名前と同じ、はい、年齢35歳、はい、1984年7月18日生まれ、はいはいはい、合ってます、ね、合ってます。出身東京都、上流です、はいはい、身長推定170センチ前後。ウルトラマンの怪獣じゃないんだから推定とかなんかやめてほしいですけどね。まあまあ大体そんなもんですね、はい、合ってるところは。もうちょいありますけど、はい、もうちょいある、はい、血液型非公開と言ってないですね、別に、はい、誰も興味ないでしょうと思うんで、はい、これいいんですか、非公開のままで。別に輸血してもらうこともないと。今回公開のなしの方向で、はい、中森先生は現在武田塾で教務主任を務めています。部長ですね。そうですね、今はもう違いますよ、はい、これ2019年の9月18日に書かれてるんですけど、もうその時点で2、3年前ぐらいから部長なんで、ちょっと直してほしいです、はい、そうですね、間違ってますよ、はい、参考書の分析や進路指導の助言には定評があり、受験相談 SOS やあなたの質問にどんどん答えるといった企画で、受験勉強に悩む生徒の相談に乗っていましたね。特に他の追随を許さないほどの知識量を誇るのは参考書に関するもので、はい、全教科の参考書について熟知されています、はい、なぜここに点々点々なんだろう。そのレベルは受験する大学のレベルに合わせて紹介したり、生徒の悩みに合わせてそれを解決できる参考書を紹介したり、まさに教師のお手本のような人物。教師は別に参考書マニアにならなくてもいいとは思うんで、ちょっと微妙かなと思いますけど、はい、特に非常に的確なアドバイスをしてくれる点は見事ですね。中森先生は受験勉強の相談に乗る教務主任という立場のため、非常に固い人なのではと思われる方もいるかもしれません、はい、しかし企画の中では学生時代の黒歴史についてや、同じく武田塾に勤務されている高田先生についてどう思っているかなど、受験勉強に関係のない質問にもたくさん答えていらっしゃいます、はい、まあ事実ですね、ですね、はい、その受け答えを見ていると非常にユーモアあふれる方だと分かりますので、動画を見れば見るほどなんだか親近感が湧いてきます。笑、はい、だからこそ中森先生にスポットを当てた企画が多いのもうなずけますね、はい、ありがとうございます、はい、中森先生の大学や高校は、中森先生は高校時代を東京都で過ごされており、都立高校に通っていたそうです、はい、ご本人曰く偏差値60前半の自称進学校に通っていたとのこと、はいはい、合ってますか。合ってます。しかもその進学校では男子9人で女子が32人という、中森先生は否定されていますが、ある意味特殊な環境のクラスに所属したこともあったそうです。あ、そうそう、もうないですけど、当時僕が通ったところはそう、男子9人女子32人のクラスでした、はい、そんななんですか。あの文系特化だったんですよ、1年生から。あ、なるほど。文系選択が1年生からあるところで、もうそれ今もないみたいなんですけど、はい、なんか本人は否定されてるけども特殊ではないっていう。いやいや特殊ですよ。いやだから僕だってその話した時に、開けた瞬間後悔したっていう話をしましたもん。私、人数だけで見たら楽しそうじゃないですか、はいはいはい、入った瞬間やったなこれって一緒のクラスになった男友達が聞いたら、みんなやっぱり入った瞬間、あ、これはやったなっていう感じでしたって話が結構ある。そうですね、はい、僕もまあ選択クラスでは男子3人とか結構あったんで、はい、まあ、大学もそうですね、はい、英米なんでやっぱり男子3人というのもありましたし、まあ、高校大学もそれあって、まあ、陰キャの僕は相当ふわーってなってましたね。いやー通いづらいっすよね。
これだけ女子が多い学校となるとやはり進学校の中でもかなり珍しいのではないかと思います、はい、そうですね、はい、普通科は男女比が均等になりやすいですし、はい、理数科は男子の方が多くなる傾向がある中で、はい、女子が多くなりやすい国際系に強い学校だったのかもしれませんねというどうかな、はい、その中で一応女子の割合が多い都立の高校といえば都立国際高校があります。あくまで予想ですから、はい、条件から考えるとこんな感じの高校に通っていた可能性がありますね、はいはい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、はい、ちなみに通っていた高校は進学校ということもあり生徒の大半が自分に自信を持っておりがむしゃらに勉強する風潮はなかったそうです。しかし受験を迎え初めて現実を知ることになったというエピソードを告白しています、はいはい。現役時はセンター試験で大失敗し浪人をすることになり、はい、一浪の末立教大学経済学部経営学科現在の経営学部に進学されることに、はい、立教大学の経営学部といえば異文化コミュニケーション学部と並び立教学内でも難易度の高い学部として有名です。偏差値はなんと65、最難関レベルといっても過言ではありませんね。僕受けたことないんであれですけど、ね、センター利用で受けてるんで、そうですね、本物の難易度よく知らないっていう話なんですけど、はい、就職先も誰も知るような大手企業ばかり。そうなんですね。そこに合格できる中森先生はやはりすごいですね。いや。しかし中森先生は立教大学に入学後塾で指導することに熱中し、そのまま退学を中退されてしまいます。はい、これ塾で指導することに熱中してなんですか。まあそうですね。武田塾で一本化しようってなった時に辞める覚悟をしたって感じですかね。あ、なるほど、はい。そして現在は浪人時代に出会った武田塾長の林先生、武田塾長って言い方あるんですか。武田塾塾長のですよね、はい、武田塾長って初めて見ました、はい、の林先生とともに武田塾の運営に携わっています、はい、そうですね。で中森先生は風貌や論理的に解説をする姿から固い人でだと受けますが決してそんなことではないから。これ繰り返されてます、ね、同じことですよ。さまざまな回答を淡々と答えます、はい、で塾講師をされるくらいなのでものすごくしっかりしている人と思われるかもしれません。もちろん主任を務めているくらいのしっかりしているのは間違いありませんが実は大学受験の勉強を本格的に始めた浪人生とのこと。そして浪人中4月5月は当時通っていた当時の講座ものすごいスピードでこなしていったそうですが6月以降は大失速。はい、そうなんですか、はい、もう受かるって思ったんで調子こきました、ね、11月ぐらいまで調子こきました、ね、でその後ゲーセンばかり通う日々、はい、そうですね、あの裏にあったんで、はい、これは普段の中森先生から想像がつきませんね、はい、メダルゲームでしたっけ。そうそうです、あと一緒の予備校の友人と対戦ゲーやったりとかっていう、あと音ゲーとかもやってました、ね、あ音ゲー、はい、中森先生が音ゲーやってるとこちょっと見てみたいですね、はい、その時ぐらいですね、やってたの本当にポップンなんとかとか。あ、いやでもその時やってたのはギターフリークスとかドラムマニアとか地形ですね、友人がドラムマニア好きだったんで、はいはい、ギターフリークスの方やっててみたいな。おお、これは新たに加えられる情報かもしれないですね。ミニゲームの対戦系とかの、あ、はいはいはい、なんかありますね、クイズ系のやつとかもね、はい、いろいろあります、ね、クイズは結構好きだったんでクイズ系はよくやってました。ほうほうほう、なので意外と緩い部分があるのかもしれません、はい。ちなみに中森先生は一人でいることが好きだそうです。まあまあまあ間違っちゃいない、はい。ちなみになのこれ、はい、ですのでガヤガヤしている環境はあまり得意ではないのかも。好きではないですね。高校のクラスが大半女子生徒であっても席替えで女子に囲まれてしまうと周りに話す男子がいないなと思う一面もあったようなのです、はい、意外と内向的な部分があるのかもしれません。意外なんですかこれ。意外じゃないと思いますね、はい、で終わっています、はい、なるほど。内向的っていうか、はい、初対面の人とそんなに喋るのは今ほど得意じゃなかったですね、うん、今はなんか結構もう得意ではありますね。そうですね、はい。次のウェブサイトに行きます ね、はい、ね、中森先生ってどんな人っていうのでまた同じ感じなんですが、この記事を読むメリット、中森先生がどういった人なのか完璧に分かると。なるほど、中森先生のいる武田塾はどんな塾なのかが分かると。なるほど、武田塾とはどんな塾か知ってますか。日本初授業をしない武田塾という合言葉がキャッチフレーズの予備校と、はい、はい、その通りですね。で武田塾と相性がいいのは学校の授業を集中して聞くことができない人、はい、予備校の授業を聞くくらいなら自分で自習した方がいいと思ってる人、うん、合ってますか。合ってますね、はい、で中森先生ってどんな人、またここ就任になってますね、教務主任、はい、出世しないですね。2007年に武田塾が創立され、創業時期から武田塾に参加しているようです、はい、創業期からじゃないですけど、そうですね、途中から関わってますね、はい、ルート開発には中森先生が関わっており、はい、武田塾の勉強法はこの人抜きでは語ることはできないと。ありがとうございます、はい、まあ、全部作ってますね、はい、の中森先生は立教大学、はい、合ってますね、はい、中退してそのまま武田塾の設立に参加し現在に至っています。ちょっと順序がおかしくないですか。入ってから設立ではないですね、1年目から参加してやってる最中で大学辞めて、まあ、そのまま教務部門に専任したって感じですね、うん、はい。マーチ出身なんでカンカン同率からマーチクラスの受験に関してはピカイチ詳しいようです。本当ですか。聞いたことない。いや、それは嘘ですね。聞いたことないこんなの、うん、
でしょ。どっちかっていうと指導の段階で誰の指導をやってって言っても断らなかったからいろんなことが対応できるようになったっていうのが正しいですね。カンカン同率に詳しいなんて聞いたことない。そうですね、当時カンカン同率あんま行きたいっていうこの指導はしたことないですね。受験相談とかいろいろなってからですね、そこ詳しくなったのは。はい、高田先生のブログによると日本一参考書に詳しい人というのは大げさではない、はい、カンカン同率からマーチクラスの大学を狙う人は中森先生の YouTube 動画をいろいろ見るといいでしょう。なんか勝手に制限されてますね。はい、受験勉強に疲れた時はなんとなくダラダラするよりかは武田塾の YouTube 動画を見て気分転換するのがいいものかもしれない。なるほど。中森先生のまとめ、はい、中森先生本名の中森大輝は武田塾の教務主任、もう間違ってる、はい、立教大学中退、はいはい、大学を中退してそのまま武田塾の設立に参加、ここは違うと、はい、設立の方が先ですね。中森先生が多数出演する YouTube チャンネルは登録者数 4.2 万人、古い。高田塾といえば中森先生の顔が浮かぶ人も多いでしょう。受験を知り尽くした人なので彼の YouTube チャンネルは必見です。なるほど。という感じで、どうでしたか中森先生。意外と合ってんじゃないですかね。おお、なるほど。やっぱでも竹田塾設立と僕の加入とかの時期は、はい、まあ難しいんですよね、あの辺は、うん、林塾長との付き合いがその前からあるんで、はい、タイミングがね、まあそこそこ合っていたということで、そこそこ合ってますね。まあ意外な一面も見れたんじゃないかと思ってですね、はい、この2つのウェブサイト予備校ガイドっていうやつです、最後は、はい、ぜひですね、予備校ガイドの方、ね、新しくちょっと書き直していただければと思います。そうですね、はい、はい、ここは中森先生おいでいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。